です。先ほど師匠とのツーショットもご覧いただきましたけれども、四国チャンピオンになってそして師匠がスカウトに来たということですが、そうですね、はい、師匠の印象というのはどうだったんでしょう。まず相撲のことを全く知らなかったので、はい、その名刺をもらって お母さんに言われたら、この人はねつって雲の上の人だよつって言ったんです。はてなマークだったんで、とりあえずすごい人だったんだなと思って、で実際会ってみたらですね、とりあえずなんか今まで感じたことないオーラを持った方で、初めて緊張しましたね、その時。あ、そうですか、はい、初めて緊張しました。その中学時代から雨風関を知る小暮間親方のインタビューもお聞きいただきます、はい、関取も一緒にどうぞ、はい、今場所になって取ってる、とにかく勝っても負けてもあの巨体を生かして前攻める、立ち合いからあんまり回しなんか狙いに行っても、あの踏み込んでからの勢いがね止まってしまいますから、そうするとやっぱり腰高ですし、あの大きな体が逆に弱点になりますからね。どんな期待をかけてますか。もちろん大きく花開いてくれればそれはそれに越したことないですけれども、やっぱり大きいからね、ちょっとした気の緩みで大怪我につながりますから、それは本当に毎日心配で、相撲を見てますし、心配で稽古場でもね厳しく声をかけてますということですが、お聞きになってどうでしょう。その通りですね。やっぱもう自分は 親方の言葉をそう信じてもう前に出る、その全く今親方言った通りですね、前に出れば脅威ですけど、もう後ろに出ればもう邪魔者の何もないので、その通りですね。もう左四つこだわらず、まず押してからこう左四つになるって、まさにもう親方の教え通りにも忠実にやっております、はい。そういう相撲が今場所取れてますもんね。そうですね、まあ、こういう相撲を取っていくと、やっぱそう自分の体が生きていくってこと、自分の体を生かした相撲を取るしかないので、うん、はい、さあこの後、はい、ファンにはどんな相撲を見てほしいですか。ファン もちろんその、はい、この体を使ったそのさっきも言った通り前に出る相撲、はい、勝っても負けても前に出る相撲を見ていただきたいと、もうそれだけですね、うん、はい、どうでしょう、具体的な夢というのは。夢ですか、はい、もうとりあえず今考えているのはこう、もう15日間自分の相撲を取り切ることです。とりあえずでそれにこう結果がついていただければ、その来場所からそのとりあえずはやっぱ幕内に上がりたいという気持ちが今強いですね、はい、ね、これだけいいキャラクターしてますからありがとうございます。どんどん任せてください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。小車部屋の雨風関に伺いました。最後は満面。